ここ来ました。世界各国の方から韓国のさまざまな K-POP のいろんなアーティストに会いたいなと思う時に来るところ、このスターアビニューのところまで来ました。前だったらばこの前のところの方にずっと人が並んでて、それからもう私一人だけではなくって大勢の団体の人たちの方がここで写真を撮ったり話をしたり、さまざまな方法でお互いに自分が好きないろんなアーティストと会話をしたところでした。ところが今日今の気温マイナス6度なんです。誰もいないところなんですけれども、韓国のいろんな話皆さんにお伝えしたいと思ってここまで来ました。はい、来ました。こっち下アビニューのところの方に、先ほど向こうのところに入りました。それでここまで入ったらマント B、 それから南寧のチョング、市民の手形が見えております。はい、じゃん。今は何もないけれども、なんと南寧のチョングに会いたいなと思う方、さーてと手形をすると、ワン、はい、チョングが現れました。今チョングと話をしたいと思う方、今のうちに、はい、話をかけてください。世界各国の方でマンニーチョングって言ってる皆さん、ここで、はい、話をかけてください。その次に、はい、次はジミンちゃん、現代舞踊を専攻して踊りは一番いい、世界各国どこの人と比べても一番いいっていうジミン君、やっぱりここでまだ会いますね。ザー、2018年ですかね、世界で一番男前は誰ということで、それは B って言ったところの方で、やっぱり B が世界で一番男前だという結論っていうか出ましたね。その男前の B に今皆さん会います。ぜいほーシュガージン。それから写真には出てないけれども RM です。 RM って方、よいしょ、向こうの方に見えてますか。はーい、もともとのアメリカ人より英語がうまい。いろんな大きい舞台の方でも、あ、また次の画面に変わりました。あれ、ちー、押さなくてもそのまま出てるんですね。一番お兄ちゃんですね、こっちの方では。もう一回押してみようかな。シュガー、やっぱり音楽を作る実力の方もものすごくいいそうですね。シュガー、一番メンバーの中では目立ってないような感じがしますけれども、やっぱり彼の音楽の実力もすごく目立ってる。ジェイヨー、もう寒いから動けないんですけれども、ジェイヨー、やっぱり踊っているうちにはみんな一つの意味になって動いておりますけれども、やっぱりダイナマイトのところの方でも結構目立てる踊り好きでした。
J-HO。 はい。